日本語能力試験、懲戒 N4 これから N4 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。 問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の 1>, 1から4の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは始めます2人はアナさんに何をあげますか 明後日アナさんの誕生日なんですよ。何かプレゼントをしたいですね。そうですね。アナさんはワインが好きだから、ちょっと高いワインはどうですかうーん、ずっと大切に使ってもらえるものがいいと思います。アナさんは何か欲しいと言っていましたかうーん、財布が欲しいと言っていましたけど、 もう買ったと思いますじゃあコーヒーカップとケーキ皿のセットはどうですかあそれも欲しいと言っていましたアナさんはケーキを作るのが好きですからじゃあそうしましょう二人はアナさんに何をあげますか 2番、2> 花屋で男の人と店の人が話しています。男の人はどの花を買いますか娘のピアノの発表会なんです。それで花束が欲しいんですが。では、これはどうでしょうかあ、綺麗ですね。でも、ちょっと大きすぎます。 娘はまだ5歳なので、小さくてかわいいのがいいんです。それでしたら、こちらに小さいのがございます。リボンだけのと、小さいぬいぐるみがついているのがありますが。あ、これはいいですね。熊とウサギか。うちの子はうさぎが好きなんです。じゃあ、こちらでよろしいですかはい。 これ、お願いします。男の人は、どの花を買いますか。三番。 先生が明日のバス旅行について話しています学生が午前中にすることは何ですか午前中です明日はバス旅行ですね学校の前に8時半に来てください8時45分出発です目的地に着いたら初めにお菓子の工場を見学します そして、12時半ぐらいからお昼ご飯、バーベキューをします。皆さん、たくさん食べてください。午後はぶどう狩りです。ぶどうを取って食べます。持って帰ることもできます。春の旅行の時は、いちご狩りでしたね。では、明日は遅刻をしないように気をつけてください。 学生が午前中にすることは何ですか。四番。ホテルの人と女の人が電話で話しています。女の人はいつ。 ホテルに泊まりますか。はい、サンライズホテルでございます。あの、部屋の予約をしたいんですが。はい、いつがよろしいでしょうか。来月の第二週目の金曜日ですから、十二日。一晩です。二人なんですけど。 申し訳ありません。12日はもういっぱいなんです。金曜日に泊まりたいと思っているんです。仕事が終わってから。じゃあ、次の週か、その次の週はどうでしょうか。19日も26日も大丈夫です。ただ、20日を過ぎますと料金が少し高くなりますが。ああ、そうですか。 うーん高いのはちょっと困りますからじゃあ安い方でお願いしますはいかしこまりました「女の人はいつホテルに泊まりますか?」。 五番道で女の人が男の人と話しています女の人はどこからバスに乗りますかすみませんこの辺にバス停がありますかえっとどこに行くんですか川田町に行きたいんですがあそれなら すぐそこの角を左に行ってくださいはい、左ですねしばらく行くと大通りに出ます大通りに出てちょっと右に行くと横断歩道がありますはいそこを渡ってすぐ左側にありますそうですか、ありがとうございましたいいえ 女の人はどこからバスに乗りますか6番会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから何をしますか お客さんの名前、パソコンに入力したはい、今終わりました。そうか。じゃあ、もう時間だから、今日はこれで帰っていいよ。あの、書類のコピーもまだやっていないんです。それから、メールの返事も。書類は明日の会議で使うんだよね。コピーもメールも明日でいいよ。そうですか。 じゃあ、お先に失礼します。うん、お疲れ様。女の人は、これから何をしますか 7番会社で男の人と女の人が話しています男の人は女の人に何を買ってきますか忙しそうですね飲み物でも買ってきましょうかあ,ありがとうじゃあコーヒーをお願い缶コーヒーでいいですかあ そうじゃなくて、カップに入っているコーヒーじゃあ、一階のカフェで買ってきます砂糖とミルクはどうしますかそうね、ミルクだけお願いはい、わかりましたちょうど僕も何か飲みたかったのでよろしく男の人は 女の人に何を買ってきますか。八番美術館の入り口でガイドが話しています。持って入ってもいいものは何ですか。 では皆さん、中に入る前にお願いがあります。大きい荷物はロッカーに入れてください。傘も傘立てに置いてください。中に持って入ることはできません。カメラはいいです。では2時間後に、こことは反対側の出口に集まってください。 持って入ってもいいものは何ですか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後 問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番 1> 日本語学校で先生が話しています。 学生は水曜日までに何をしなければなりませんか来週の木曜日は皆さんにスピーチをしてもらいます前の時は自分が好きなことでしたね。今度は 自分が写っている写真を見せながら話してください写真は皆さんのスマホに入っているものを大きい画面に写します水曜日までにスピーチのタイトルを決めてこの紙に書いて出してください学生は。 水曜日までに何をしなければなりませんか? 2> 2<番>」「番車で走りながら男の人と女の人が話しています」どうして 道が混んでいますか。かなんか今日道が混んでいるね。いつもはそんなに混む時間じゃないのにどうしてかな？事故があったのかもしれないね。うーん。あ、そういえば今日この先のホールで。 アイドルグループのコンサートがあるんじゃないあ、そうだね。でも、コンサートは夜だからまだ早いよ。そうか。あ、あそこで工事をしているよ。あ、だから混んでいるんだね。どうして道が混んでいますか 3番テレビで男の人がパン屋の前で話していますこのパン屋のパンはどうして人気がありますかここはこの町で一番人気のあるパン屋さんです70年ぐらい前からあるんです 70年前にはこの町にはパンを食べる人は多くありませんでしたそれで安くてそしてパンに慣れていない人たちもおいしいと思うパンを考えましたですからここのパンはこの町の人たちが好きな味なんですその味は今も同じですそれで人気があるんですね おしゃれなパンではありませんけどこのパン屋のパンはどうして人気がありますか4番。 料理を食べながら。女の人と男の人が話しています。どうして。いつもの味と違いますか。あれ。なんかこの味。いつもと違う。あ。やっぱり。何か入れるのを忘れた。 それとも、塩を入れすぎたとか、スパイスを間違えたとかそれは大丈夫。肉もちゃんと入れたんだよ。でも実は、玉ねぎが1個しかなかったから、いつもは3個入れるんだけど。ああ、だからだ。ごめん。今日はこれで我慢して。うん、分かった。 どうしていつもの味と違いますか5番家でスーパーの広告を見ながら男の人と女の人が話していますこの店は どうして安売りをしていますかねえねえ、このスーパー、安売りをしているよ。いつもは安売りはしないのに、どうしたんだろう。他のスーパーより高いから売れないのかなあ、もしかすると閉店セール店をやめるの 違うよ。また1ヶ月後にオープンって書いてある。中を新しくするんだね。そういうことか。あ、チーズケーキが安い。これすごくおいしいよね。そうだね。あ、それから外国のワインも安いよ。ここのワイン、店の人が海外に行って自分で選んでくるらしいよ。 じゃあ,あとで行ってみようこの店はどうして安売りをしていますか6番 道で男の人と女の人が話しています。女の人はどうして会社を辞めましたかあ、ジョンさん、久しぶりです。お元気でしたかあ、ヨーコさん。おかげさまで元気です。会社を辞めたそうですね。ええ。 そうなんです。給料は高かったんですけど、とても大変で。そうだったんですか。毎日帰りが遅くて、体の具合が悪くなったんです。母も心配していました。そうですか。それで、今はどうしているんですか。別の会社に勤めています。仕事も面白いです。それは良かったですね。 女の人は、どうして会社を辞めましたか七番学校で、男の学生と女の留学生が話しています。留学生は、 何が残念でしたかあ、レナさん、お帰りなさい。国はどうでしたかとても楽しかったです。友達に会って一緒に食事をしたり、両親と旅行をしたりしました。それは良かったですね。ええ。ただ、 妹が忙しくて会えなかったんです。残念でした。妹さんは遠くに住んでいるんですかええ。ですから、両親もあまり会えません。じゃあ、ご両親は寂しいですね。ええ、そうですね。留学生は何が残念でしたか 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番 開店は11時です。外で待っているお客さんに何と言いますか ?1、1> もうしばらく待たせてください。2>, 2、もうしばらくお待ちください。3、もうしばらくお待ちします。 2>, 2番、友達が大学の入学試験に合格しましたなんと言いますか 1, 1どうもありがとう 2, 2本当に楽しかったね3おめでとうよかったね 3番、名前の読み方が知りたいです。何と言いますか1、1> この名前、何と読むんですか 2>, 2、どれがこの人の名前ですか3、これ何の名前ですか 4番、料理をお客さんに出しています。何と言いますか1、1> さあ、食べに行きましょう。2、はい、いただきます。3>, 3、どうぞ、召し上がってください。 5番教科書を忘れてしまいました隣の人に何と言いますか 1, 1教科書見せてもらう 2, 2教科書見せてくれる3教科書見せてあげる 問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番 1> すみません。 ここに座ってもいいですか1じゃ、いいですか 2, 2あ、いいですよ。どうぞ。3, 3あ、座らなくても大丈夫です。 2番 2> その仕事を終わったらこっちを手伝って 1, 1いいえ手伝わなくてもいいです2あ終わったんですね 3, 3はいじゃあこれ急いでやってしまいます 3番早くしないと遅れるよ1へえ、そんなことがあったの 2, 2分かったよ、ちょっと待ってよ <S 3, 3 <S それは大変だったね 4番ゆうさん、国に帰ったらどうするの 1, 1まず仕事を探します。2必ず連絡しますね。3, 3両親が待っていますから。 5番？風邪をひいて休んでいたんでしょう。もう大丈夫？1。1> 大丈夫かもしれないね。2>, 2。え、そうだったの？3。うん、もうすっかり治ったよ。 6番道がわからないの一緒に行こうか 1, 1本当ですかありがとうございます2はいおかげさまで 3, 3そうなんですか心配ですね 7番これ部長のところに持って行きましょうか1はい持っていきます 2, 2あお願いします 3, 3それはご苦労様でした 8番新入社員のレポートもうご覧になりましたか 1, 1うん書いたよ 2, 2うん出したよ3うん見たよ これで、懲戒試験を終わります。